ていたのか、それを記録的な数だと思っていただければと思います。でなんでこれほどこのサイクロンが発達したのか、もちろん熱帯の国ということはあるんですが、やはり海水温ですね。今南半球は夏から秋に向かっているところです。はい、日本がここになります。赤道はこの線ですね、真ん中のこの辺りの線です。で、バヌアツはこの辺りなんですけど、はい、ピンクのところ、ピンクのところ、海面水温が30度以上ある、非常に水温が